マイケル・トーマス・ターナーは、サウスエンド・ユナイテッド FC 所属のサッカー選手。ポジションは DF。ターナーは、ロンドンのルイシャムで生まれ、チャールトン・アスレティックで、サッカー選手としてのキャリアをスタートさせた。インテルとチャールトンが提携を結んでいたため、その一環として、ターナーは、インテルの U-19 のチームで、数ヶ月間トレーニングを受けた。その後、 チャールトンとプロ契約を結び、2003年3月からシーズン終了までレートンオリエントにローンで加入した。翌シーズンはリザーブチームでキャプテンを務め、クラブの最優秀若手選手に選ばれた。2004年8月、ターナーは当初は1ヶ月のローンでブレントフォードに加入したが、期間が2ヶ月、3ヶ月と延長され、契約満了を迎えた2004年11月。 ブレントフォードは完全遺跡でターナーを獲得し、2年半の契約を結んだ。ターナーはクリフィンパークで高い評価を受け、2004から05シーズンは選手間の投票により選ばれる最優秀選手、2005から06シーズンはサポーター投票により選ばれる最優秀選手に選出された。2006年7月、ターナーは35万ポンドの遺跡金で、 ハルシティに加入することになり、3年間の契約を結んだ。ターナーは、フィル・パーキンソンが短期間式を取ったタイガーズで最初に獲得した選手であった。パーキンソンは契約について、はじめはチャールトン、次はブレントホートで数年間彼を見てきた。私は彼を気に入っており、この契約が我々にとって素晴らしいものになると確信している。彼は、 昨シーズンのリーグ1で1番のセンターバックの選手であり、次のステップに進む準備はできている。チャンピオンシップでも問題なくプレーできると述べた。2006から07シーズンは非常に低調なスタートを切ったが、ターナーのコンディションは徐々に向上し、彼の獲得はクラブがシーズンで得た成功の一つとなった。2007から08シーズン、クラブは プレミアリーグへの昇格を決め、ターナーは、クラブの年間最優秀選手に選ばれ、2008年4月には、クラブと、新たな3年間の契約を結んだ。ターナーは2008年9月に行われ、2から2で引き分けた、エバトン戦で、プレミアリーグ初ゴールを記録し、KC スタジアムで行われた、ウエストハムユナイテッド戦ではその試合唯一となる、ゴールを挙げ、1から0の勝利に貢献した。 ターナーは2008から09シーズン、プレミアリーグの全試合フル出場を果たしたが、フィールドプレイヤーでそれを記録したのは、ポーツマスのシルバンディスタンとターナーの二人だけであった。シーズン終了後には、クラブの公式サポーターズクラブが選出する、最優秀選手に3年連続で選ばれ、クラブの最優秀選手にも2シーズン連続で、選出された。リバプール、マンチェスターシティなど、 複数のクラブへの移籍の情報が飛び交ったが、ハルシティの監督を務めていたフィル・ブラウンは、現在届いているオファーについて、馬鹿げた評価だと述べた。しかし、2009年8月31日にオファーを受け入れ、サンダーランドへの移籍が決定した。サンダーランドは、ターナーと4年間の契約を結んだ。移籍金は当初公表されておらず、少なくとも600万ポンドには達すると見られていたが、 400万ポンドであったことが後に明らかになった。また契約条項により遺跡金の一部がチャールトンに支払われた。サンダランドでのデビュー戦は古巣のハルシティ戦であり、ターナーはチームの4点目のゴールを挙げたかに思われたが、後にカミル・ザヤットのオーンゴールに修正された。2009年9月27日に行われたウルバーハンプトン・ワンダラーズ戦で、 サンダーランドでの初ゴールを記録した。2012年7月、ノリチシュティへ移籍。2017年7月、サウスエンドユナイテッド FC へ移籍。2008年10月の一連の良いパフォーマンを受け、チームメイトであったディーン・マーニーは、イングランド代表に招集すべきだと述べ、ジョナサン・ウッドゲートや、マシュー・アップソンよりも優れていると主張した。しかし、 監督を務めていたフィル・ブラウンは現時点では時期尚早だと話した。ありがとうございます。